こんにちは。STM32 開発エコシステムによる開発実習、高性能マイコン編、マスター DMA でバイトスワップについてお話ししたいと思います。この実習を通して STM32 の開発実習の流れをぜひ体験し、ご活用ください。それでは始めましょう。実習3、マスター DMA でバイトスワップ。本実習では UART で入力された文字列の奇数と偶数バイトを MDMA のバイトスワップ機能を使って入れ替えます。本実習の目的は STM32H7 マイコンで搭載している MDMA 機能とツールでの生成方法を学ぶことです。使用する機材はヌークレオボードです。では、STM32 キューブ MX を起動してみましょう。STM32 キューブ MX が起動したら、キューブ MX の初期画面から、New Project にある3つのボタンのうち、真ん中の Access to Board Selector をクリックしてください。ポップアップされたウィンドウ左側のフレーム内にありますタイプは、Nucleo 144を、MCU、MPU シリーズは STM32H7 を選択し、右下のリストから、ヌークレオ H755ZY9 をダブルクリックします。ピンの初期化をしますか？と聞かれますので、Yes を押します。プロジェクト画面が開きます。これより各自設定を行っていきましょう。左側のフレームからシステムコアの Cortex-M7 をクリックします。コンフィギュレーションパネルのパラメータセッティングスから CPU i キャッシュと CPU d キャッシュをイネーブルにします。MDMA を使うので AXI すらもキャッシュしないようにします。AXI すらもキャッシュしないようにするために MPU の設定をします。コンフィギュレーションパネルのパラメータセッティングスから MPU コントロールモードをバックグラウンドリージョンプリビレッジドアクセスオンリープラス MPU ディセーブルデューリングハードフォルトに設定します。MPU リージョンの設定を行います。Cortex メモリープロテクションユニットリージョン0セッティングを次のように設定します。MPU リージョンイネーブルド MPU リージョンベースアドレス 0x0240000000MPU リージョンサイズ 512KB MPU サブリージョンディセーブル 0x0 MPU TEX フィールドレベル、レベル0。MPU アクセスパーミッション、オールアクセスノットパーミッテッド。MPU インストラクションアクセス、イネーブル。MPU シェアラビリティパーミッション、イネーブル。MPU キャッシュラブルパーミッション、ディセーブル。MPU バッファブルパーミッション、イネーブル。に設定します。MDMA の設定を行います。まず、チャンネルを追加します。MDMA から Add Channel ボタンを押します。画面を開けて、Transfer 1の MDMA リクエストをソフトウェアリクエストにします。画面下のバッファートランスファーレングスを16にします。画面右下の転送モードを設定します。インクリメントモードは、ソース、ディスニッションともに、インクリメントバイアハーフワード。データウィズスは、ソース、ディスニッションともに、ハーフワードに設定します。リストタイプをクリックして、画面下のエンディアネスを、バイトエンディアネスエクスチェンジドウェンディスニッションデータサイズイズグレーターザンバイトにします。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にあります、クロックコンフィギュレーションのタブをクリックして開きます。
開いた画面では、コアクロックや PLL、ペリフェラルに必要なクロック等、すべてのクロック設定が GUI で行えます。赤で囲まれた箇所を480にして、Enter キーを押します。しばらく時間がかかります。M7 コアが 480MHz に、M4 コアが 240MHz になります。では、実際に設定してみましょう。ここまでで STM32CubeMX 用での設定は完了です。プロジェクトマネージャータブを選択します。プロジェクトメニューでプロジェクトの設定を行います。まずはじめにプロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名やプロジェクトを保存するフォルダのパスに全角、半角スペース、漢字仮名などの2バイト文字を含めてはいけません。使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。デフォルトではビルドに必要ないすべてのファイルをプロジェクトフォルダーにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、最上段の設定を2番目のコピーオンリーネセサリーライブラリファイルズに変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。画面右上にあります、ジェネレートコードをクリックします。しばらくして、コード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねていきます。ここでは、オープンプロジェクトボタンを押してください。では、実際にコード生成をして、プロジェクトファイルを EWM で開いてみましょう。ビデオで、これまでの手順を確認したいと思います。メイン画面の Access to Board Selector をクリックしてください。ウィンドウの左側からタイプは Nucleo144 をクリックしてください。MCU MPU シリーズは STM32H7 をクリックしてください。ウィンドウの右下から Nucleo H755ZIQ をダブルクリックしてください。ピンの初期化しますかと聞かれるので Yes を押します。左側のフレームからシステムコアの Cortex-M7 をクリックします。コンフィギュレーションパネルのパラメータセッティングから CPU i キャッシュと CPU d キャッシュをイネーブルにします。MPU コントロールモードを設定します。MPU コントロールモードをバックグラウンドリージョンプリビレッジドアクセスオンリープラス MPU ディセーブルドデューリングハードフォルトに設定します。 MPU リージョンの設定を行います。 Cortex メモリープロテクションユニットリージョンゼロセッティングズの設定をします。MPU リージョンを Enabled に設定します。MPU リージョンベースアドレスを次のように設定します。0x024000000。MPU リージョンサイズ 512KB。MPU サブリージョンディセーブル 0x0。MPU TX Field Level Level 0 MPU Access Permission
All Access Not Permitted MPU Instruction Access Enable MPU Shareable Permission Enable MPU Cacheable Permission Disable MPU Bufferable Permission Enable に変更します。MDMA の設定を行います。MDMA から Add チャンネルを押します。画面を広げて Transfer 値の MDMA リクエストをソフトウェアリクエストにします。画面下のバッファートランスファーレングスを16にします。画面右下の転送モードを設定します。インクリメントモードはソース、ディスティネーションともにインクリメントバイアハーフワードに設定します。データビデスはソース、ディスティネーションともにハーフワードに設定します。続いて、リストタイプをクリックして、画面右下のエンディアネスを、バイトエンディアネスエクスチェンジ when destination data size is greater than byte に設定します。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にあります、クロックコンフィギュレーションのタブをクリックして開きます。画面真ん中のクロック設定を480に設定します。クロックウィザードポップアップが開きましたら、OK を押します。しばらく時間がかかります。クロック設定が完了しました。ここまでで STM32CubeMX 上での設定は完了です。プロジェクトマネージャータブをクリックします。まず、はじめにプロジェクトの名前を設定します。プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ツールチェーンは今回は EWM を使いますので EWM を選択してください。そして左側のコードジェネレーターボタンを押します。STM32CubeMCU Packages and Embedded Software Packs の項目は真ん中の Copy Only the Necessary Library Files に変更します。画面右上にあります Generate Code ボタンをクリックします。
プロジェクトファイルと初期化コードが自動生成されます。コードジェネレーションポップアップが開きましたら、オープンプロジェクトボタンを押してください。以上で CubeMX によるコード生成は完了です。実装するプログラムは M7 だけを使います。M4 は無限ループです。ここからユーザー処理を追加していきます。STM32 CubeMX で生成したコードには、ユーザーコード begin とユーザーコード end の記載があり、このコメントの範囲内にユーザーコードを追加していきます。ここで追記したユーザーコードは、再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。今回追記する箇所は8箇所となります。まずは、ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M7 のメイン .c を開きます。ユーザーコード BEGINPM の箇所のコードを修正します。バッファサイズの定義を追加します。ユーザーコード begin PV の箇所のコードを修正します。バッファ変数を定義します。MDMA でアクセスする変数は32バイト境界に揃える必要があるため、アラインマクロを使用して定義します。ユーザーコード begin PFP の箇所のコードを修正します。UART からの入力関数を定義します。ユーザーコード begin 2の箇所のコードを修正します。MDMA テストとコンソール上に表示させる処理を追加します。ユーザーコード begin 3の箇所のコードを修正します。UART からのデータ入力、MDMA での転送開始、MDMA での転送完了待ちの処理を追加します。ユーザーコード begin 4のコードを修正します。標準入出力関数として、UART からの入出力を行う関数を定義します。引き続き、ユーザーコード begin 4のコードを修正します。引き続き、ユーザーコード begin 4のコードを修正します。M7 のプロジェクトを右クリックして、オプションを選びます。M7 でオプションからリンカを選んで、リンカ設定ファイルを変更します。STM32H755 FlashRWSLAM1CM7.ICF を選択し、AXISLAM を使用できるようにします。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからメイクをクリックし、コンパイルします。ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。M4 のコードをプロジェクト、ダウンロード、アクティブなアプリケーションのダウンロードでフラッシュに書き込みます。テラタームを起動して、ST リンクバーチャルコンポートに接続します。スピードを115200に設定します。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグ、またはツールバー上のアイコンよりダウンロードしてデバッグをクリックします。ボードにデータをダウンロードします。ボードと
通信中 LD1 が点滅します。ダウンロードが完了するとデバッグ画面に切り替わります。デバッグメニューから実行で実行します。テラタームに以下のように表示されます。15文字までを入力し、エンターキーを押してください。奇数バイトと偶数バイトが入れ替わります。CubeMX にて生成されたコードで使用されている MDMA のハルドライバーは次の2つです。MDMA スタート、MDMA の転送、MDMA ポールフォートランスファー、MDMA 転送の終了確認です。使用している UART のハルドライバーは次の2つです。ハル、UART トランスミット、UART の送信。ハル、UART レシーブ、UART の受信。CubeMX にて生成されたコードで使用されているハルドライバーは、ドライバーズ STM32H7ハルドライバーズフォルダーに格納されています。ドライバーの使用方法に関しては、該当ソースコードのヘッダー、またはユーザーマニュアル UM2217 Description of STM32H7 ハルドライバーズに記載があります。デバッグメニューからデバッグの停止をクリックし、デバッグモードを終了します。ファイルメニューからワークスペースの保存をクリックし、保存します。ファイルメニューから終了で EWRAM を終了します。STM32CubeMX もクローズボタンを押して終了します。これで実習3を終了します。プレゼンテーションを最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。